前大寒1月23日から1967年12月22日は、日本の陸軍軍人、政治家、家族。最終階級は、陸軍大佐、貴族院男爵議員、森岡連帯区司令官、京都府立以下大学配属将校、貴族院議員などを歴任した、加藤賢治の三男として生まれ、陸軍中将である、 前田隆司令の娘婿として、養子師となる。1900年11月、陸軍士官学校を卒業。翌年6月、不評少尉に任官。1907年10月2日、養父の校により、男尺を受釈された。不評第68連隊中隊長、不評第57連隊大隊長、第一師団副官、関東軍副官。 森岡連帯区司令官などを歴任。1924年、不評大佐に昇進。その後、第16師団司令部付となり、京都府立以下大学配属将校となった。1928年、予備役に編入された。1937年1月、貴族院男爵議員補欠選挙にて、貴族院議員に選出された。1939年7月の、 第8回貴族院男爵議員選挙にて、貴族院議員に連続当選を果たした。貴族院では厚生会に属した。1946年4月15日、貴族院議員を辞職した。また、岡本工業顧問を務めた。ありがとうございます。